8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガノです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回もですね、こちら、卒業生との試合をやっていくわけなんですけども、まあ昨日ね、まあ初見で挑んだところね、まあなんとか勝てましたよっていう感じ。まあベストメンバーではないんですけども、まあちょっと違うメンバーであえてやってみようかなっていうところで、まあギリギリ勝てましたよって感じですね。で、まあね、結構苦労されてるね、まあ方も多いということで、うん。まあ今回もね、ちょっと違うパーティーで、やってみようかなと思います。はい。で、そのオーダーっていうのが、こちらになりますね。はい。1番レフト、ヒイラギちゃん。2番ショート、タユタユ。3番セカンド、ハルヒちゃん。で、4番センター、長戸ちゃん。5番ファースト、長井ちゃん。6番サード、嫁様。7番ライト、アカネちゃん。8番キャッチャー、ユカリン。9番ピッチャー、カマンベール、パイセン。というような感じで。で、まあ、3、4番にね、鈴宮、ハルヒコラボコンビを入れていて、で、久々にね、久々にこっちのね、一周目の方の嫁様使おうかなというふうに思います。で、まあ、リングの方は、まあ、守備ディンクの方は、まあ、星にできないので、まあ、意味ないのでね、まあ、つけてません。で、あとは、まあ、ちょっとこういう感じで、つけてますね。うん。まあ、あとはそうですね。まあ、特にないかな。まあ、茜ちゃん連れてきてるんで、まあ、長打出やす、結構出るんじゃないかなっていうところで、まあ、茜ちゃん連れてますよって感じ。うん。まあ、春日コラボ、ちょっと頑張ってもらいたいですね。で、あと、久々にこっちもね、1周目の、まあ、ヒイラギちゃん。まあ、こっちはね、2周目の方と違ってね、こちら CH がね、まあ、攻撃、打撃寄りのね、まあ、CH になりますんで、打撃系の CH になりますんで、まあ一応ね、まあ普通に優秀な CH だと思います。ただこちらね、5回以降なので、初回から使っていくことはちょっとできないよって感じです。まあ今回も結構ね、初回から使っていけるっていうね、CH 使っていけるキャラっていうのが、まあ鈴宮、春日ちゃん、長戸ちゃん、長井ちゃん、まあクリーンナップ3人ぐらいかなっていうところですね。うん。まあこれでね、ちょっとやっていきましょう。うん。まあね、なかなか今回も厳しい戦いになるんじゃないかなっていうところで、はい、やっていきます。まあこちらが先行なので、まあちょっと、初回の方はちょっと塁出れないかもしれませんけど、はい、ムードブレイク。さあさあ、やっていきましょう。では、まず、CH 使いようがないので、まあ普通に行くしかない。おお、ヒット。ヒットはありがたい。まあタイタイはね、まあ流し打ち、使えるんですけど、まあ6回からが本番なので、そのまま行きましょう。で、三振。で、ハフィーちゃんもこれ久々なんですけど、これも5回以降ですね。遅いですね。あ、ダブルベイゲッツー食らった。じゃあ、そうですね。つくもパイセンとかは、まあちょっと怖いので、まあ全力投球で、抑えます。最初の3人ぐらいは。お、アウト。振られちゃいましたね。三振にはならずか。あ、そうか。これはあれか。ゴロになりやすいっていうあれか。なるほどね。はい。まあまあいいでしょう。三者凡退で抑えていきましょう。はい、ありがとうございます。では、長戸ちゃんのミート重視で、ホーミングモードが使えるようになります。で、長井ちゃん、強振いきましょう。はい。久々に見る。はい、三振ですね。うん、しょうがない。まあちょっとね、初回の方はちょっと無理かなっていうところが、感じがありますね。うん。まあそうですね、いわきちゃんか。まあ、いわきちゃんは、まあそのまんま行ってみましょうか。うん、ヒットになっちゃう。で、盗塁成功のホームラン、ああ、やば。で、アウト。で、本庄さんはまずいんですよね、これね。うん。で、ヒットになる。ヒットになっちゃう。はい、今、脱三振の日容疑が発動してましたね。で、倉敷ちゃんはそのまま行きたいところを抑えてくれ。よし、OKOKOK。さあ、2点先制されちゃいましたけど、まあまあまあ、そのまま行きましょう。この辺はもうちょっとね、普通に、おお、珍しくヒット。で、まあ、タイタイはそのまま行くしかない。まあ、つくもパイセンがちょっと怖いんですよね。うん。まあ、全力投球だよね。で、葵ちゃんはそのまま行きましょう。三振。三振ヒットになる。ちょっとやっぱりきついよね。うん。ちょっと、メンツの質を落としすぎたかなっていうところはある。はい、おう、ヒット。ヒットはありがたいね。じゃあ、まあ、長戸ちゃんは、どうしようかな。
そのまんま行きましょう。で、アウト。で、長井ちゃんで、調子をさらに上げます。調子上昇を持ってるんですよね。で、絶好調になるけどアウト。ルイ出れませんね。オヒット。さあ、得点圏、得点チャンスなんですけど、あかねちゃんじゃどうしようもない。あかねちゃんじゃ期待薄なので、まあ、戦術使ってもしょうがないので、まあ、そのまんま行きましょう。はい。期待はしておらず。さあ、おー、いいですね。タイムリー出ました。1点、返せましたね。1人返せましたね、ランナー。まあ、いいでしょう。はい。で、ここは、長打警戒で、あかねちゃん使います。で、行きましょう。はい。アウト、OK です。これでオペレーションコストも回復していく。で、さらに、塚原ちゃんはこうはいいので、全力投球で抑えます。はい。んで、アウト。で、まあ、本庄さんか。まあ、本庄さんも怖いっすけどね。行きましょうか。そのまま行きましょう。で、アウト、OK。素晴らしい。んで、あと1点、返したい。さあ、ミート、よくやく5回からなので、ヒイラギちゃん使えます。ミート重視使っていきましょう。で、さらにね、外野の、選手がね、スキル習得します。んで、タユタユはそのまんまでいいでしょう。はい。で、タユタユアウト。で、ハルヒちゃんが強振使えるんですけど、強振で、どういう効果だっけかな、これ。で、これ確かランナー返さないといけないんじゃないかな。で、強振この試合にルイに出ると、ルイに出るといいのか。なるほど。じゃあ、どうしようかな。せっかくなんで使っていきましょう。アニメーションないですけど、ツーベース。ルイ出たんで、いいですね。確かどういう効果だっけ？ハルヒちゃん何にも覚えてないんだよね。はい。で、ルイに出れば、一度だけ鈴宮ハルヒの期待を4番に習得させる。まあ、長戸ちゃんが4番なので、そうか。で、ホームラン率が抜群上昇って感じか。はい、なるほど。じゃあ、せっかくなので、フォーミングモード使いましょう。フォーミングモード行きましょう。で、三振しなくなります。はい、OK。さあ、ホームランが出ればスリーランショットです。おう、タイムリーヒットね。まあ、同点。OK。では、これはね、どうしよっかな。で、長井ちゃんで、あと一回強振使えば、スキル習得します。流れを掴む一振りとか、そんな感じだった。よーし、OK。タイムリーですね。逆転ですね。これで。はい、勝ち越しタイムリーヒット。OK です。さあ、まあ、嫁はね、7回からじゃないと使えないので、そのまんま行きましょう。で、アウト。で、8番は、モブちゃんですね。モブちゃんヒット。で、倉敷ちゃんもね、危ないんですけど、なるべくね、もう、オペレーションコスト50しかないので、温存させたいんですよね。じゃあ、つくもパイセン怖いね。つくもパイセン怖いね。どうしようかな。つくもパイセン怖いので、ミート2万5000とかあるので、全力投球で抑えます。もうつくもパイセンは出しちゃならん。で、アウト。んで、葵ちゃんはどうしよっかな。スタミナ温存ってどんなんだっけ、これ。ゆかり。ゴロ率がアップ、回復して味方補給率アップ。まあ、ちょっとしょぼいって感じのやつか。まあ、むやみに使いたくはないので、まあ、そのままいきます。やると、OK。抑えられました。まあ、ここ、下位打線なので、7、8、9は期待できないので、そのままいきましょう。おー、ゆかりんがヒット。さあ、ゆかりんはヒットですけど、ここは温存させたい。まあ、むやみに。まあ、2アウトなので、で、アウト。で、3番打者が、モブちゃん。そのまま、よし、3勝、OK。で、いわきちゃんは、まあ、ミートは少なめではありますけど、そのまま行く。で、アウト、OK。で、ここは、長打が、過去出てるので、長打警戒で、成功すれば、オペレーションコストを回復していかない。無駄に使っちゃって終わったっていう。では、3勝、OK です。で、タイタイは、流し打ち。ここからはもう流し打ち使えば、オペレーションコスト確定で10回復します。さあ、ホームランです。OK。ビッグフライ、ナオエさんですね。さあ、ソロホームランが出ました。2点差はでかいです。で、まあ、鈴宮春日ちゃんはもう、ルイ1回出てるので、いいでしょう。ここはそのまま行かせます。はい、三振。で、長戸ちゃんは、まあ、どうしよっかな。そのまま行きます。そのまんま行って、で、長井ちゃんも、フルスペックなので、そのまんま行きます。三者凡退。しょうがないですね。
ではここはそのまま行きましょう。でヒット、うん、ヒットになっちゃう。で盗塁成功もしちゃう。ホームランになっちゃう同点にされちゃうか。そうか、まあここはどうしようかね。そのまんま行きます。アウト、うん。でつくもパイセンはやばいので、全力投球で抑えます。この人はもうミート2万7000とかある。おーエラーになるエラーになる、マジか。じゃあ、まあ S ブラなので抑えられるでしょう、うん、三振 OK。 では、ここはね、どうだな、そのまんま行きます。うん、そのまんま行く。抑えてくれ。ヒットになっちゃう逆転許される。逆転されました。じゃあ嫁のね強振、7回以降なので使います。久々の CH です。さあツーベースヒットです。まあ長打確定です、バットにさえ当たればなんですけど、ここ使う必要なかったかな。最終回で、なんとか頑張ってもらおうかなって思ったんですけども、おエラーで出塁。エラーで出塁はでかいですが、アウト。じゃあここでもう点取らないとまずいので、ヒーダギちゃんミート重視です。使いましょう。さあ OK です。これでまあタイムリー出たので、同点ですね、うん、同点タイムリー出ました。まあちょっとであとタイタイですね、タイタイの流し打ち。さあこれでねヒットになればでかいです。オペレーションコストも回復します。アウトになるそこはちょっと出てほしかったな。じゃあ長打警戒。これ抑えてくれるとだいぶでかいですけど、抑えてくれないとまずい。オッケー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 ですね。ではここはね塚原ちゃん怖いんですよね。こっからね塚原ちゃん本庄さんで続くんですよね。でもオペレーションコストも残しておきたいので、そのまま行くしかない、行くしかない、行くしかないのよ。うん、ここも行くしかないマジっすか。じゃあ長打警戒。いやホームランが余計だったね。うん、でそれで、これはもうまずいですあやべえ、やばいっすねこれは。んでアウトで、でアウト、うん、3点差ですねかなりやばいです。じゃあどうしようかな。もうホーミングモードで使っていくしかないでアウト。じゃあミート重視です。これはちょっともう負けかな負けですね。うん、さあまあちょっとね、あ負けですね。はい、で8対5、惜しかったね。うん、まあ惜しかったんですけども、まあちょっとホームラン打たれましたね。それがちょっと余計かなっていうところでした。うん、まあじゃあ本気出していきましょうはい、ではね、ギアを上げていきましょうはい、ということで1番センター花山ちゃん、2番サード嫁様、3番レフト塚原ちゃん、4番ファースト高梨ちゃん、5番ショートタイタユ、6番キャッチャー近藤ちゃん、7番ライトアメリアちゃん、8番セカンドキリちゃん、9番ピッチャーフリーダさんと、いうような感じでね、今度はやっていこうかなと思います。はい、まあちょっと先ほど負けちゃったんでねでこっちの調子はねそんな良くないんだよな。うん、ちょっとおみくじあんまいいの引けなかったんで。はい、ではね、初回からね花山ちゃんとか、CH 使っていきますんで、もうどんどん使っていきましょう。うん、さあ強振です。でヒット、おお、いきなり先頭打者ホームランベイクアイ花山さんですね。はい、ありがとうございます。で塁出ました。で嫁様もね、流し打ちで、いきましょう。はい、さあどうでしょう。アウトになっちゃうまあ、塚原ちゃんじゃあそのまんま行きの、高梨ちゃんは普通に強振使いましょう。うん、さあどうでしょうかというところで、おーソロホームランベイクライ高梨さんですねさあ2点先制です。うん、ホームランランナー貯めたかったね、こうなるとね。うん、で、ここはね、まあ、全力投球で抑えていきます。うん、さあここは三者凡退といきましょうか。うん、で三振三振三振で、あと次の回ねもう一回三振取れれば、まあ誰だっけ、倉敷ちゃんのね装填技が発動してくるので、おーホームランまた近藤ちゃんのホームランですよ。うん、ホームランでしか、ソロホームランでしか点を取れていないという状況ですではここはそうですね、まあここはいいでしょうそのままで。うん、で三振で、でこれで装填技も発動ですね、素晴らしいです。三振なんで、で塚原ちゃんはちょっと怖いのでどうしようかな。そのまんま行ってみる、あえて。
そのまんま行こう。で、ヒット打たれたら、全力投球使いましょう。やると、OK、いいです。さあ。で、これで、ベンチの奈良ちゃんもいるので、発動してきます。んでは、どうしようかな。どんどん行きましょう。もう、おせおせです。なんで、うん。ちょっとね、ホームランでしか点取れてないので、もうちょっとランナー貯めてから、ホームラン打ってほしいところではある。さあ、嫁様は先ほど、アウトでしたけど、ヒットです。さあ、これで打点チャンスなので、つからちゃん、昇進使います。さあ、どうでしょう。先ほどはアウトになっちゃう。残念。では高梨ちゃんで一応前打席ヒット打ってるんで、打点稼いでるんで長打出てるんで、長打出てるんで、オペレーションコストは実質タダです。さあどうでしょうか。ルイ出てもらいたいところではある。おお、タイムリー。さあ返して、で近藤ちゃんの引っ張り使って全体バフ発動です。さあ全体バフを発動するけどもフォアボール。じゃあ満塁なので、せっかくなのでグラスがチャンスなので、アメリアちゃんどうでしょうか。さあホームランの期待値は高いです。さあどうでしょう。カットインが入ってからの、はい来ました、グラスラビッグフライ。アメリアさんじゃなくてサンダースさんですね。さあこの回一気に5点です。素晴らしい。うん、やっぱアメリアちゃんはねホームランバッターなのでうちを代表する。では、ここ、ごっそりね塚原ちゃんにねスタミナ削られたので、本庄さんは普通に、確実に抑えのアウトで、で倉敷ちゃんもどうしようかな。倉敷ちゃんそのまま行こうか。じゃあ三振 OK です。でここはまあしょうがないので、でここは、普通に行きましょう。強振で行きの、ルイに出ます。はい、で花山ちゃんの調子がいい。で嫁様まだ4回なのでオペレーションコストもね、5を回復します。じゃあ5を回復して、で先ほど塚原ちゃんまた打点チャンスなんですけど、塚原ちゃんちょっとお願いしますよ。もうここで畳みかけましょう。うん、さあアウト、アウトになっちゃう。塚原ちゃんの調子が良くない。では、続いて高梨ちゃんで、なるべく回復しましょう。さあカットインが入った。さあスリーランかタイムリーかどっちでしょうか。スリーランで当てほしい。あータイムリーですね。まあいいでしょう。はい、もう1点欲しいとこなんですけどね。うん、でアウト。でつくもパイセンは、どうしようかな。ミート2万2000なので、まあ、そのまま行きましょう。で三振 OK で、葵ちゃんもそのまま行きましょう。三振三振で打ち取りの、どうしようかな。打たれたら、全力投球使いましょう。うん、岩城ちゃんなので、うん、でここは岩城ちゃんは確実に抑えますというような感じでは、近藤ちゃんの、5回以降なのでさらに、引っ張り使って、全体バフ、2段階目です。これでいいですね。んで、ここはまあ、引っ張り使ってもいいんですけどそのまま行きましょう。でホームラン OK! ツーランですね。ビッグアイサンダースさんですね。素晴らしい。であとはねもう、コールド、チェックメイトですね。もうこれね、うん、はい、55なのでもうこれで全力投球3人抑えます。で5番打者も、三振に打ち取りの、さあ塚原ちゃんもね、打ち取ります。これでで最後ね、本庄さんも全力投球で、三振で三者凡退で、ゲームセットですね。はい、ありがとうございます。まあ先ほど負けちゃったんでね、本気で来いよって言うかのごとくね、そういうメッセージを感じられたのでまあちょっとね本気で、挑みましたけど、まあ2回目はねちょっと勝ててよかったですまあでもね相手に強いことには変わりないので、まあちょいちょいヒット打ってきたりとか、しますんでね、うん、まあ良かったかなっていう感じはしますね。うん、であとどんな感じ、まあ高梨ちゃんとアメリアちゃんか。アメリアちゃんねグラスラ出たんで、まあ頼もしいねうちのホームランバッターですよね。でまあフリーダさんもね13奪三振で、まあ被安打1、まあ素晴らしい好投だったんじゃないでしょうかというところで、はい、良かったと思います。はい、まあねもうね二度とやりたくないっていう感じの方もね、まあいらっしゃるとは思いますけども、まあまたね次回っていうか次回以降ね、まあこういうね高難易度イベントちょこちょこ来てくれるとね、まあ歯応えがあって個人的にはいいかなって思いますんで、まあぜひねまた運営さんもねこういう、まあ適度なね、高難易度イベント作ってくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日はこんな感じで締めたいと思います。バイバイ。